はい、やってきました。ここは久留米市鳥類センターでございます。まあ低い鳥がおるらしいんでね、ちょっとりょうちゃんと対決してもらおうかなと。手渡しで餌をかけてもらおうかなと絶対しません絶対しません。じゃあ行ってみますか。リス鳥がいます。これってこの中で生きてるんですかね。いやー気持ち悪い。可愛いですよ。これはボリビア赤アリ、ボリビアリスだ。並べてみないと違いがわからないけど、よく見るやつはホモリスだ。これはボリビアリスだ。なんか昔よく猿を肩に乗せて商店街なんか歩いてるおじさんとかいましたよね。はい、なんかおむつさせて。俺の友達は肩に乗せて歩いてる。じゃあそのおじさんかもしれませんね。いや当時はおじさんじゃなかった。ああそうですか。まだ浪人生やってた。ああ10位になる。ああ10位ね。それって普通のペテ屋さんで買えるもんなんですか。アンダーグラウンドはお店ですか。いや、アンダーグラウンド普通にペッチャーで売った。爪とか入ってますよ、ちゃんと。ちょっと餌をやってみよう。なんか食べてますよ、この子。わぁ、美味しいのかね。わぁ、虫ですよ。100円入れます。美味しいもの食べなさい。はい、出てきました。なんじゃこりゃ。これはアナグマだ。激太りしてるアナグマがいます。アナグマ、これはりょうちゃんの好きな虫ですね。いやもういやもういいよ、気持ち悪い。もうそんなもん食べさせたらダメですよ。来た来た来た。まあ放送禁止です。モザイク入れない喧嘩ね。うわピロピロって口からちゃんと取ってないってね。それちゃんと食えよ、お前やったのに。ちゃんと爪が生えてますよ。人間みたいな爪が生えてます。うわもうこのままやろう、触らんぜ。あ、全部取った。賢い全部握っていった。気持ち悪い。カプセル。りょうちゃんが触ってくれるんで。嫌ですよ。アナグマ。アナグマ太りすぎじゃないですか。ちょっと太ってるね。ほら、ずんぐりむっくりですね。太りすぎじゃないですかね、これは。来た来た来た。ムジナさんですね。ずっと同じとこ行ったり来たり。イタチなんですね。イタチの仲間。うわ、聞き覚えのある声が。なんでですか。あ、うずら。うん、超うるさいよね。うずら飼ってましたよね、泣くけん。そして当時飼っとったインコがツッコミを入れるっていう。うるさい、うるさい、うるさいって。あれがうずらすか。そうそう、かわいい。泣くたんびにツッコミを入れる。オカメインコ、ルリコンゴインコ。なんでルリコンゴインコを隔離されてるんですかね。めちゃくちゃ暴れるとかえ？何か不満があるのかな。あ、ルリコンゴインコにガン見されよった。同じ種類なのに別々にされてるっていう。
この小樹形ってやつがおらんねん。あれじゃない、あれうずらですか。あれうずら。似てるって書いてますよ。うずらと、うずらの仲間。ただ色味が違いますよね、よくこれで見る限り。うん、うん、どうした、どうした、呼んでますよ。なんか人間がおった方がいいかな。やっぱりあれ単調ズルですな。鶏みたいな顔しますね。これどうやってやるんやろか、割ってやるんかな。あ、それに来てるんですか、うん、おお。あ、中にいっぱい入ってるんだ。おお。しかも取れてない、リモちゃんが取れてたかわからんけど。いや、取れてなかったと思う。いや、ちょっと不意をつかれた。こいつが欲しそうです。はい。なんでそんな激しい食べ方、鳥ってなんでこんな激しい食べ方するんかね。ダチョウとかもこんなんやし。落ち着いて食べなさいよ、もう全然こぼれとるよ。なんか不満そうな顔だなお前。おお激しい。今度は向こうに、あ、いっぱいあるよ。おい、そんなん話したらダメやろ、こうちゃんとくちばしが。いやいやいや、ダメですよ。こんな怖いことしたら。なんで、なんで突然アホって言ってるの。もうアホって言われた。失礼しちゃうわね、ほんと。じゃあまた立派なクジャクですね。すごい、なんかアワビシートみたいな柄ですね。やっぱりシャアのザクみたいにこう角があります。お前のくれる餌なんか食わねえぞみたいな、お前の施しなど受けないみたいな感じか。本当ですね。一切近づいてきませんね。全然近づいてこないし。どうした、どうした。クジャクばっかり、なんか絶対アホって言うよね。歯がいいですね。熊本市動植物園も確かクジャクいっぱいいたんですけど、やっぱ繁殖力が強いよね。かもしれませんね。だって沖縄の方のどっかのところは繁殖してるね。食べたら美味しくないかな。どうぞ。キジカヤケ。餌をじゃないんですか。餌を食べるのかと思いました。こいつを食べたらそんな鳥を見ながらみたいな。クルメで焼き鳥にするみたいなことですか。うん、クルメやしね。ちょうど首細え。お前体に対して首が細すぎねえか。本当ですね。足が立派、ジュラシックパークみたいな足してます。首が細いのね、このパワー。こっちの戦った上手ですよ。うん、ちゃんと中の雅ですね。やっぱ白黒やつとは全然違いますね。アホとか言っちゃいます。お、賢い。ガバは食べないのかな、こいつ。彼女は動物は食べれませんみたいなこと。そう、その、あの、モナカ出たい。いや、これ捨てないけんのかね。食べたらいけないですか。俺は歯とか、こそっと、俺もここの一員だよみたいな顔してる。なんか、あっちには全然違うと言いますよ。あ、七面鳥にやってみようか。ちょっと餌を準備した方がいいかもしれないね。ホロホロ鳥、あれは食ったことある。
食べたいですね。最初鉄板焼きとかするときはホロホロで練習するんじゃなくてね、大鶴がつつきますね。でかいね、あの鶴。でかいですね。あいつつつくらしいよ。え、怖い。くちばし立派すぎる。来た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 。怖いわ。ジュラシックパークや、こいつ。ハシビロコウみたいな顔の角度。うん、かゆいの。何やお前、これ食うんか。うわ、怖い、怖い、ちょっと、ちょっと怖い、こいつ。うわ、怖っ。いや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 。お、いてかじられてるじゃないですか。怖っ。モビルアーマーみたいな、このなんか。いや、だってなんか俺より背が高くない、こいつ。もうない、中身が落ちちゃいましたよ。落ちた。こんなのあげる意味がない。突然来るなよ。ちょっと待って。いや、怖い。そんな勇気は僕らいらない。行くじゃん、手前の結構です。メロディアですね。怖い。怖い。マジでこいつ怖い。ここはジュラシックパークですか。もうないよ。完全に恐竜や。見て、あの目。本当ですね。なんか危ないやって、あの決まった時みたいな。うわ、怖っ。ここでまたピーがいっぱい入るやろ。目つきよ、目つき。このこれ持ってるからですよ、皆さん。これってやる、これと思うけど、多分それを持ってるからですよ。ああ、いて、ここ。怖え、怖え。ああ、怖い。